小戸ヶ谷バイパス市も川井インターチェンジ交差点神奈川県道45号マルコ中山茅ヶ崎線は川崎市中原区のマリコ橋交差点から港北ニュータウン厚木基地などを経て茅ヶ崎市の茅ヶ崎駅前交差点に至る主要地方道である神奈川県道では主要地方道三北富士の線に次いで2番目に長いが全線を一般車両が 走行可能な路線としては最長を誇る。川崎市内と横浜市内は、通称、中原街道である。通称の中原街道は、神奈川県道2号東京マリコ横浜線へ続く。横浜市続き草江土町地蔵村前交差点制約、南大交差点付近までを、横浜市は環状3号線として位置づけている。桜川岡交差点の渋滞を解消するため、 2009年より、山都市と横浜市の境にあたる、境川から国道467号の桜川岡交差点を越え、指導福田相模原線の新道下交差点までの区間の4、車線化整備事業が行われている。この区間内の桜川岡1号踏切を立体化、または国道467号から指導福田相模原線までを、 連続立体化にする構想がある。しかし、沿道の民家の一部が退去しないために2016年、現在も、用地確保のみで未着手である。ありがとうございます。